滴ってる血が青いんだけど。これあれか、あの新規の職業あったよね、新たなやつね、半ゾンビみたいな感じ。なんか今ニヤッとしたね。この罠を上からなんか落ちてくるやつだ。そしてちょっとかくい気がする。はい、ドーン。やっぱその近さならね、あのぶっ飛ぶよ。爆弾のダイナマイトのどこがすごいかというと、みんなあのソニックブームみたいな、あのショックウェーブが起きることなんだよね。あのなんていうの、衝撃波がすごいのよ。そう、みんな知ってた？爆発がすごいってみんな思ってるんで、衝撃波がすごいダメージなの。人間のあの内部を破壊するような感じ、よく聞くやん。そう、人間の内部を破壊みたいなね。なんかあいつら髪白っ、後ろ気づくやろ、雪穴の髪型。やば、死ぬやん。もうこれ何これ、何これ、いろんなアイテム出とるやんけ。うーわ、何これ。なんかライフアフターがすごいことなってる。いや、ライフアフターがすごいことなってるっていうか、この新キャラがすごいんか。自分が出したガスに何咳込んだってこと。ズガス出まくりやん、ずっと。やば、最初から使えねえ。最初から使ったらまあダメだよな。うわ、すごいかっこいいな、あそこもやもや。へい、 Y の石だ、 Y の課金石じゃき。違うか。あー、面白い。何か指名手配、はい、夢？違うよな、夢なわけねえよな。メトロ？みんな、俺あのメトロの実況もしてるからさ、ぜひ見てください皆さん。はいはい、皆さん今回ね、ライフアフター、フェリア、はい、ゲームセンター出ました。皆さん今回ね、あのライフアフター、なんかイージーサーバーっていうなるものがね出てるんで、スペシャルサーバー、この地域では本アプリの、はい、皆さん、ライフアフターのイージーサーバー、最後まで一緒に生きていこう。この週末の世界で生きる道が一回どこに、生きる道はね、課金じゃね。なんかレビュー見たところ、そのまあ無課金でも楽しめるよ、なのに課金しないとやっていけねえぞみたいな、そんなレビューがあったんですけども、まあそりゃそうじゃろうって、ね、ネットインセットは上場企業だったかな、確かね、中国のね、皆さんご存知の通りね、企業ってのはね、株主に答えないといけないんで、まず、ね、収益ね、売上、はい、まあ、こういう、まあね、上げないといけないんですよ、実績を、ね、無課金で楽しめられたらそりゃかなわんわな。いかあのテンセントでもね、そのワンチュアロンヤオという LOL レジェンドオブリーグみたいな、そのゲームをパクったやつ、まあ、まあ模したやつがあるんだけど、そのゲームってね、マッチングシステムがクソで、で第五人格もさ、マッチングシステムクソじゃん。そう、ね、でゲームってさ、勝ちまくってたらすぐ飽きちゃうとこがあるのよ、ね、ランクも上限になっちゃって、でこうマッチングシステムに不備があった場合に、こう連敗とかさ、なんかあいつのせいだってなる時あるじゃん。そういう時ってさ、なんかなんていうかな、うざいやん。自分のせいで負けたわけでもないのに、くっそーってなってもう一回やったりするやんか。 でゲーム時間がどうなのかというと、長期化するんだよね、このゲームを触れる時間が長くなっちゃって。でそうなるとさ、ゲームを触れること時間が長くなるってことは、より遊んでくれるから、その課金する確率も上がるわけよ。そうでしょ、そういうことなの。だからあえてそういうマッチングをもう調整して、うんこと当たるようになってんだよね、第五人格もテンセットも。俺はそう思ってるよ、うん。でこのライフアフターも、まあ、どのみち課金しないとね、運営につながらないから、まあ別に最初からね、課金なしでも楽しめるよとかな、なんか言ってるけど、そういうふうにね、気にせずにやりたい人はやっていこうとね。はい、キャラ作成最初からネガキャンみたいな感じになっちゃってるけど、全然そんなつもりはなくて、うん、はい、まあ、そういう現状で皆さんに、ね、はい、知ってほしいと、ね、そういうもう会社としてもね、大手の、ね、大きな会社になったから、そういうのね、まあ、やっていかないといけないんだよね。はい、なんて読むか分かんないね。サバイバー方法の、選択、人間にするか、まあ、カバネモノ、婚死者、サーバーとの接続。
人間と婚死者っていうんかな、まあ、これは、うん、もう新キャラ新職業からそれにしますよ、うん、で男のものにします。はい、まあどう見てもねゾンビのねゾンビマリオの世界になってて、その中でなんか抗体ワクチンじゃないけどそれの耐性を得たやつ、うん、ハーフみたいなもんね。おお、オットワイも出てきたぞ、かっこいいやん。これみんなかっこよくないわ。あのもう勝手になんか出ちゃうんだよね、もうなんかとりあえず褒めちゃうみたいな。あ、この辺は適当にね。あ、オールバックは結構好きやから、うん、まあこれでいいんじゃないかな。で顔の細分化もできると、まあどんな感じかね、イージーサーバーどういう特徴があるかね、ちょっとサクッとね体験したいから、もう顔は別にもこうなんでいいや。よし、やっていきますか。あなたはどんなサバイバーですか？週末世界初心者、サバイバル専門家。まあ、ライフアフターはやったことあったんで、専門家の方にしましょう。はい。回答開始。うん。ね、適正診断テストみたいな。週末世界で生き残る力があることを証明しましょう。はい。何？有料以上かな？量以上の評価を獲得すると、序章スキップ。はい。過去設置または建築を建てよう。建てようとするには、括弧ボタンをタップする。建造？建築？ A やな。うん。はい。野外にいるときは気をつけばならない。ないんで、より多く包帯を作る必要がある。自宅用作業台、製法書。製法書これ。何これ。資料箱で、より多く。リュック、製法書。知らん。合ってんのかな？秋の森林、ナチの夜はとても恐ろしい。この間、あそこで大量のゾンビ？感染者。はい。ご飯が、飯が食べられるだけでありがたいことだ。肝心なのは大部分の調理された食べ物は、HP 回復ができる。はい。建物を建てると安全を確保できるが、ドアを置くと、パスワード設定かな？うん。はい。あ、ロックかな？前か。ハッピー101、ナッチーハッピー101市長は毎日、もう心配事多いだろう。じゃないと、若いのに、ハゲでしょ。うん。野外から帰宅したとき、機嫌が良くても悪くても、まずは、何からもう物資を取り出す。まずは何倉庫？え？メールボックス？倉庫でしょ。はい。次、今武器を作りたい場合、まずは、を制作しないといけない。ややこしい。まずは反省品でしょ。うん。ブランケンは家具ショップで働いているが、彼は私でも調理できない、とある食べ物が作れる。え？なんやろ、ブランケン鶏まま弁当やろ。なんか家具なんかやった気がする、もらえる気がする。ミスカ大学は感染者が多いため弾丸不足しました。正体が弾薬箱やろこれ。うん、優秀やって、やば。制作能力、戦闘能力、探索能力マックス、リアルジーアンマックスだよねマジで。やば、もう俺サバイバルやっていけるやん。イージーサーバーへようこそ。初心者必見ガイドをご冊子。はい。来ました、皆さん。うわぁ。グラフィック。ハッピー101、ナチいね。21メーター。レイチェル。久しぶり。もう、昔の俺じゃないけど。命拾いした。来てくれたか。気分はどう？命拾いした。レイチェル顔ぶっさーと思ったら普通になった。うん。疲れてるようだ。しっかり休んだ方がいい。言われてみれば、やはりちょっと疲れたな。もう少しだけ、2階の衣装のところまで案内する。はい。え？え、何？え？その手、感染者に引っかかれたの？え？感染がひどい。あ！俺普通に大丈夫だったね。あ、なんか、はあ、ダウンロード完了しましたって。え、敵これ、ベンリル、何こいつやば。え、さっき気を失ったけど大丈夫か。何これ、婚死者になる、婚死者になることを確認しますか。分かってる、気をつけて。え、俺なんか飛ばした？え？俺なんかストーリー飛ばしたんかな？手伝ってくれない？人手足りないの。何をする？婚死者治療を受けた人がいるんだけど、その人の様子がちょっと。でも私医者じゃないわ。はい。わかった。任せて。
この人を運ぶん。大丈夫か。ミア、肩で支える。まあ俺は変化することはもう確定だよね。もうそういう職業を選んだからさ。え？バル君か。俺体の顔の色違うね。ああ、うわ、すごっ。何年前ライフアフター当時やってたの。ちえ、夏いけど、ここのストーリーとか一切わかんねえからな。まあ、夏いっつってもなんかね、嘘になっちゃうよな。夏子はないな。ハッピー101は夏かったね。ミアを置くんか。もうバイバイ。ハッティはね、俺がこう進化する姿やろ、これ。ハッティさん。なにこれ、みんなの顔がもうペラペラだったんだけど、怖いんだけど。話しかける。お前がフェンリルが言ってた今週はなりたいっていう新入りか。ええ。今誰も今週はなりたがってる。すごい。すげえよ。何その人気職業なの？ねえ。でも、ハッティかっこいいんだけど、なんか。ねえ、ハッティ。VK でこれ絶対売れるよ、これ。こっちか。どうして私、何フェイス。喧嘩の成功率が低すぎる。俺、顔の色大丈夫これ。ちょっと目やばい。怖ー、何あの、まぶた。うわ、何これ、うわ、怖っ。彼は私の目前で感染者になってしまった。人間だったなんて。エイダちゃんはエイダちゃん。どうしてこんなことに。うわぁ。エリン。はい。治療の準備できていますか？何をしたらいいんですか？転換、はいはいはい。で、ここで転換するやな。俺髪の毛の色こんなんやったっけ？あ、進化っていうか、転換成功した後の色を選んだんや、俺は。あ、やったのか？私は生きてるのか？お、起きちゃった。あ、普通に出たらいいんか。ストーリー読んでなくてさ、目が覚めたかね？気分はどう？ちょっとめまいが、お前が治療なら、お前が治療から生き延びるなんて思わなかった。みんなびっくりした。おー、成功したんか。あなたが喜びの目の、あまり、あなたが喜びのあまり目を見張っているわけ。だよな。だよね。ん？俺はお世辞が苦手なんだ。お前らのように話うまいわけじゃない。だがお前には俺の言いたいことを勘違いしないでほしい。どういうことだ？私はこうして生きている。俺は転換に成功したからじゃないのか。どうやらさっきお前がどれほどの念願を乗り越えたか分かってないようだな。隣のベッド、見てみろ。え？見ての通り、彼女は耐えきれなかった。隣ってお前の隣か。それにこの治療を受けて自意識を戻る奴は今まで一人もいなかった。は？どういうこと？まだまだ終わってないから。しっかりしろよ。これからもっと困難な試練。え、こいつは何の？ハッティ。ああ。勇気の試練、死に直面する勇気。そうだ。エイリンがお前のことずっと心配してた。エイリンは、さっきの医者みたいなやつだよね。絶対心配したんやろ、こいつ。まだ弱ってる夢見えますが、どうか具合悪いのかしら。なんとか、もう目を覚まさないんじゃないかと心配しました。はい。あんなにたくさんの人が目覚めない。もう人体実験、これダメでしょ。経験した人はどれぐらいいるか、千万人。はい。答えてくれなかった。感染者が入ってきた。ハッティの力ならもう全部投げ倒せるやろ。お前の体じゃ無理だ。自分が感染者に変異するのを待つしかないのか。俺話す場合じゃない。まずあなたをここから連れ出す。俺について来い。はい。ハッティこれ目ん玉やもんね、背中にくっついてるの。体が変だよ、だって。俺今ちょうどね、グーパンタップしたんだよね。動けないね。火に焼かれて死ぬ。なっちー、このヘルメットゾンビ。夏ライアフのゾンビやんけ。はあ、おい、これ9年、9年前は言い過ぎか。5、6年前か、ハッティさん。ハッティさん。ここか。ああ、本当に逃げ切れるのか。これがこの職業の導入やな。ね。まあ俺は変身するから。うん。
アッティさん、イージーサーバーのね、イージーサーバーがどれほどイージーが、あの、ハイヤーの、イージーサーバーが、どれほどイージーが俺はね、ちょっと体験したよな。こんなにダルダルなのにさ、ここで登るんか。はい。合ってる？え？101へ戻る達成やって。まああれやん、スロットのさ、次回予告みたいな感じでもう、確定やん。もう戻る成功してるよ、みんな今。演出。ハッティの声意外とええ感じやな。俺飛ぶ。どっかのアフリカの少数民族の成人式。へぇ。ウイルスが活性して、融合が始まるん。覚醒の前のこの何このボリューム、音楽のボリューム、はい、肩に、レンゲをつけるやつ、はいはい、あ、こいつを攻撃したらいいんか一発やったわ。これは何な、基本近接なんと思った瞬間に、はい来ました、ショットガン。この持ち方かっこいいね。ちょっと訪れの訪れがあるからみんな申し訳ないわ。うん。めっちゃぬるぬ、え、これ俺の携帯がうんこなのかこれ。ねえ。何これネットがうんこか。え？すげえ。やーはやー。いやいや。あー、やばいやばい。レベル1の、トッチョにやられてるよ、ハッティが。タップして奉仕スキルを使用。はい。はーはー、足元ばっか攻撃してるやん。こいつも何、こいつも今週じゃないもんね。なんかうわ、もうただの感染者が。へー、本州になったばかりでこんなに強いエネルギーを持つ人初めてだ。そうか。ありがとう。街行ったら草ほどおるよね、絶対。で、このまま戻るの？え？こいつらいつ暴走するかわかんないから、普通の人間って恐れるじゃん。普通だったらよ。じゃない？各回収みたいなのがあったね。俺もずっとこの姿なんやな。気分はどうだ？どうもこうも。あなたはフェンリーによって開発エリアに配属されました。開発エリア？ 101 のすぐそばよ。バイクくれた。ねえ、バイク用意やって。こんな早いっけ？こんな早い状態でビークくれるの。30、はい、着きました。まだ先か。ここら辺は全然見覚えねえな。おい！運転のチュートリアルやな、ここは。着いたかな？ 101 開発エリアへ、ゴー。はい。お、木。やば。斧いらんの、こいつ。え？どんだけ入ってんのこれ今。イージーサーバーやからさ。すご。60が本来ならなんぼやろ。わかんねえな。こういう物資も多く入るんでしょ？ね。とりあえず、行くか。これゾンビ？ハッティか。はい。慣れてきたよ、俺は。サバイバルするには家がないとダメだ。さあ、行ってみればいい。俺についてきて。ああ！いやーもう別ゲーやね、もうマジで。こいつも超能力者みたいな感じやな。ジャンプ高い気がする、気のせい。そんな身体能力までは強化されていいんかな。はい、ハッティさん。悪くないな。慌てるな、なんとかなるさ。まだまだ慣れてないようだな。もう少し時間をくれ。何か食い物を作ってあげよう。これで少し元気出るかもしれない。なんか俺の、
ドーベルマンの名前がさゾウさんなんだけど、こんなランダムでやったんやっけ俺。え、物って俺が作るの？あ、なんかついてる。の豚を倒すの大変やな。ね、イノシシ。追い込み量。記録不足、いいや、もう。はい。32メーター先。焚き火をつけるんか。木が必要やって。ジャム、ナッチやば。くっそ、ナッチやばすぎる。作ってたねー、ジャム。はい、指定場所、木を採集する。サバイバル経験値アップ。あと課金の額も見たいね。うん、まあ言うて万単位でしょ。うんね、160、480とかなんかね、6400とかそんな感じね。気にしなくても楽しめるからな、人それぞれやからな。はい、つけました。そしたら、ハッティが仮から戻ってくるのを待つ。だって。おお、おかえり。イノシシ買ってきてくれたんかな。俺な、動き変だね、時たま。ほら、なんか。細かいね、そういうところ。立ち止まった時、ほら、こんなね。で、ハッティさん。話しかける。やるな。俺、木集めただけやけどな。何か収穫あったか？あそこの野獣から少し食材手に入れた。早速何か食べ物を作ろう。俺、慣れ慣れしくない？なんか。俺が作る感じ？うん。はい、制作。うわぁ、こんな感じやったな。やべえ。で、まあ、待ってたんだよな。ちぇー。懐くてゲロい。うわぁ。ほぼほぼ忘れてるけど。あっちの作業台運んできな。これ作業台なんじゃ。回収しました。はい。え？作業台を運ぶんじゃないんか。作業台の中になんか素材があって、それを受け取ったってこと？うえぇ。はい。で、ナビ。作るの？建設、建造ボタンか。はい。置けない。庭にしか置けませんやって。こん中ってこと？まさかの。え？違うな。ここに置くんか。今出たくない？ねえ。え？じゃない？今出たよね。はあ。自動収納、一括受け取りします。システム、何これ？ポイズンが、ポイズン車列の列車は感染者の排除に向かいました。いろんなこうイベントあるんやろね。新しいコンテンツね。これをつければちゃんとしてるだろう。そこまで考えるとは実に頼もしい。壁を作るん。さっきの作ったやつをね。はい。ここか。置きました。そしたら、ドア。もうドアあるんだね。あれ、むずない？なんか。回転？中に入ってつけるか。あ、オッケー。パスワード。はい。いい肉で。野市、野市製品？出入り自由。野市製品っていうの？あれ。はい。ハッティさん終わりました。レイチェルさん。どうだった？順調です。いろいろ助けてもらった。次何したらいい？自分のために一つ装備を作りましょう。装備製作台を配置して、これから装備を作る。いいね。まだ課金のあれとか見れないんか。はい、生産。装備製作台。もう最初からくれてんだな、これね。みんな親切やな。待ってて。はい。で、どうしたらいいんや？これ。ここは？外見？なんかタップしろになったよね。リュック。顔。衣装。
下のショップへをタップして、あ、レベル10にならないと見れないんだ。製法書研究台を設置。まだまだあるんか。生産製法書研究台。はい。使用。製法書合成。あったあったあった。ああ。ただただ夏いとしか。ワインチェスト。はい。家具。ワインチェスト。なんか入らなくない？そこに置くんか。なるほどね。ギリギリの指定されてるとこじゃないと許さないぞ、みたいなね。はい。装備製作台でカジュアルパーカーを作る。一番最初の装備がこれね。で、今俺裸ってことな。普通に強そうやけどね。え、これ銃作るときとか1時間2時間単位やった？結構えぐいね、これ。まあリアルで、まあすごいけどね。よりリアルじゃない？ハッティさん裸やで、あいつ。さすがだね。こんなに早くできるとは。ハッティと一緒に混沌の城に行ってみよう。混沌の城ってどこなの？混沌の城は、ね、これ、混死者たちの活動エリアだ。もう隔離されてんやな。ね。メールが来とる。ヘルプセンター。プレイヤー情報。人間に戻りたい場合は、101の混沌の城の近くにある、混死者回復キャビンでゲノム回復を行ってください。はい。人間にいつでも戻れるってことな？うん。なるほど。飛行機の近くに行く。ヘリールドをね、ヘリで。行きましょう。なんかスライディングがないから変な感じするやん。アンノンでさ、あのダッシュしながらさ、よくスライディングするんだよね。俺はね、少なくとも。今のところしゃがみとジャンピングしかないもんな。着きました。舞茸。これもう強いやつら？これ。何レベルとか見れる？DM、名刺を確認。何レベルやろ？ 53 レベルって高いんかな？足んねえな。桜は？ NT アランか。レベル54。はい。あ、フェンリルや。先に進み、ハッティと話す。ナビ。ハッティどこ？10メーター、ここか。だよ、ハッティ。ようこそ。はい、俺たちが暮らしてる街。ね、どうやって入るんだ？隣の鍵のかかったドア見たか。はい。エレベーター乗ると混沌の街。混沌の城か。じゃ、行くで。行こう。いいよね。開ける。いや、なんか、みんな NT みたいについてない？あれ、同じキャンプの人はみんなつけようぜ、みたいな。ね。気のせいか。あ、どんな感じか気になるね、確かに。今まで見たことない街やろ、だって。ワイガネ。長いね。これ今後これパパパーっと行くんかな。え？思ってたのと違った。地下に閉じ込められるだけやん、俺ら。より多くの移動スペースと戦略で戦闘できるよう、特殊な移動スキルが追加されました。挑戦開始。え？何これ？とりあえずやる。雲あるし、雲みんな。エネルギーチャージ中。はい。雲なった。すごー。何これ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 。これは？胞子を回収し、HP を回復？ワープ？え？おー、おー、何これ？すごいね。もうやめて！どうやって出るの？みんなもうやめて！やだ、こいつ。こいつ強ない？つうか。え、勝てるもんなの？完璧だとか言われてるけど。何をしたらいいの？これ。こいつを倒したらいい？ HP 減ってなくない？うわ、もうこれ俺が、
お前が死ぬか俺が死ぬかやん。ねえ。どうぞ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 。はい、どうぞ。はい。先に進む。まだやってる、あいつ終わったのに。あ、こいつだったんか。先へ進む。どこだ？上か。じゃ。悪くないだろ。早く降りてくれ。何これ、どういうこと？まあ、確かにストーリー見てなかったから、俺悪いけど。初めての混沌の城どうだった？クソよ、クソ。初めて来たやつはみんなそうだ。案内しよう。地下1階、ここは試合場。はい。武器ショップ、アーマーショップある。射撃場ある。はい。来世の花。はい。続けて階段を降りたいなら俺に話しかけるといい。よし、皆さん。今回は、ここまでにしましょう、皆さん。はい。次回は、多分ね、ない可能性が非常に高いと思うんで、皆さん、なんか、イージーサーバーを試そうと思ったけど、もうちょっとね、裏でやれるとしたらちょっとやって、もっと細かいところ見せれたらなと思って、ちょっと結構ね、こういうチュートリアルが続くとね、結構やりづらいんでね、ちょっと最初からね、裏でやって、まとめた方が良かったね、みんな。はい、ごめんね。はい、おつーいやー、やれねえや。なんだよお前、どうして登録しない、簡単だろ。おい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 、そっちじゃなくてこっちだよ。ちょいちょいも登録したよね。